キンプリヘイヤー仕様、三浦智和とのトークで見せた、自童の良さ、が話題に、12月3日の、王様のブランチ、TBSK、において、ジャニーズ事務所所属のアイドル、平野紫耀が放送中のドラマ、クロサギ、の番宣を兼ねて VTR 出演し、トークセッションが繰り広げられました。 三浦智和、黒島結菜とのトークでは、平野耀がどのような魅力を見せたのか、その一端を追っていきましょう。平野耀の名前の謎に挑む。番組では、平野耀の名前にまつわる興味深いエピソードからスタートしました。三浦智和が、この人、すごいんですよ、と前置きした上で、うなの耀なのどっちと平野に質問。 平野は自身でもわからないとのことで、その謎めいた名前に笑いが巻き起こりました。ジャニーズタレントたちも時折複雑な名前にまつわるエピソードを共有する中、平野紫耀の謎めいた名前が話題となりました。三浦智和、黒島結菜からの絶賛。三浦智和は続けて、平野紫耀の児童について言及しました。 平野が本番でのミスが少なく、リハーサルやテストでの名前の呼び間違いなどもないことに驚きを隠せなかったようです。こんなに忙しいのに富浦智和が感心する、中黒島傑那も同様に自童がいいんです。よと、称賛。これにより、平野仕様の卓越した頭脳が共演者からも認められ、視聴者の興味を引くこととなりました。 平野紫仕様の瞬発力と表現力。また番組では平野仕様がドラマ、黒サギ第四話でのエピソードを振り返ります。釣り堀のシーンで餌をつけずに釣り竿を垂らしただけで大きな鯉を釣り上げたというエピソードに触れ、これをスタジオで共演者に面白おかしく伝えました。特に鯉をファンに例え、スタジオの笑いを誘った瞬間は印象的でした。 ヒラに小さなうちは思ってましたとの返答により平野の仕様はその場の雰囲気を巧みに和ませ視聴者とのコミュニケーションを深めました。ネット上の反応と評価。一度放送された内容がネット上で広く共有され、視聴者の反応が注目されました。 特に、三浦智和が褒めた平野耀の児童に関する声が多く上がり、瞬発力と表現力があって独特の感性が素晴らしい、との指摘も見られました。その一方で、餌をつけずに釣れた鯉がひれにうちわを持っていた、という即座の返答に対しても、視聴者はその即興力に簡単の声を上げました。平野耀の逸材ぶりに疑問の声も、 番組を通じて見せた平野耀の魅力に対する翔さんとは裏腹に、これだけの逸材を手放すジャニーズ事務所を批判する声も続出しています。との指摘もありました。ジャニーズ事務所は多くの才能あるアイドルたちを抱えていますが、その中でも平野耀の存在は得意であり、一部の視聴者はジャニーズ事務所が彼を手放すことに疑問を投げかけているようです。 平野の仕が、王様のブランチ、で見せたトークセッションは、彼の知られざる一面を垣間見る貴重な機会となりました。三浦智和、黒島ケツナとの和やかなやりとりから、彼の自動、瞬発力、そして独自の感性がうかがえました。 ネット上では賞賛の声が多く上がりつつも、その一方でジャニーズ事務所に対する批判も見られ、平野紫耀の将来に対する期待が高まっています。ジャニーズファンやドラマファンにとって、平野紫耀の今後の活躍がますます注目されることでしょう。